捕らわれていた者が死に際に残した情報は、ゴーダの町に多量の火薬と火種が仕掛けられているというものであった。一つでも火柱が上がれば、この木に乗じた小河原が仕掛けてくるであろう。何としても内々にことを済まさねばならない。なんだ。なんだ。なんだこの野郎は。
前回の不始末は不問とする。あやつの片方の耳だけが見当たらぬそうだ。怒りに心を飲まれるでないぞ。いずれ小河原と名のつくもの全てを打ち果たす時が来よう。